そうか、やはりセフィロスは生きていたか。ところで、お前たちは何だ。元サルジャークラスファースト、クラウドだ。バランチだ。同じく、スラムの花売り。実験サンプル。おかしな組み合わせだ。さて、私はルーファース、この神羅カンパニーの社長だ。親父が死んだら佐々木社長か。そうだ、社長就任の挨拶でも聞かせてやろうか。親父は金の力で世界を支配しようとした。なるほど、うまくいっていたようだ。民衆は神羅に保護されていると思っているから。神羅で働き給料をもらい、テロリストが現れれば神羅の軍隊が助けてくれる。一見完璧だ。だが私のやり方は違う。私は世界を恐怖で支配する。親父のやり方では金がかかりすぎるから。恐怖はほんの少しで人の心を支配する。愚かな民衆のために金を使う必要はない。私は親父とは違うの。演説聞いたところはそっくり。エイレスを連れてビルから出てくる。何？説明は後だ。バレット、本当の星の危機だ。なんだそれ。後で話す。今は俺を信じてくれ。俺はこいつを倒してから行く。分かったぜ、クラウド。クラウドなんか思い詰めてた。私、クラウドを待つわ。みんなはエレベーターで先に。さあ、この先きっとガードが厳しくなるわ。装備を整えておいた方がいいわね。クラウドとティファのマテリアを外す。そのまま。じゃあ外すか。ってことは、この人たち、この三人で動くのかな。マテリア付け替えるか。一括して使えるしな。とりあえず三属性使えるんだな。この二人か。マテリア付け直すぞ。とりあえず、一応敵の技つけとくか。あとは、ミアブロをつけとく。回復、全体化。スムとか一応つけとくか。あとは、いや、じゃあ炎をイカズチつけとこう。待って、イカズチやめとこう。イカズチと、あと、属性。で、盗む。あとは、全体化毒でもつけとくか。これでいいだろう。ちょっとできる限り、マテリアをつけておこう。誰が何ができるかっていうの。まあいいや。エイリスとバレットが魔法を使えるわけね。よし。で、これ下まで降りればいいんだろう。こっちで行っちゃうか。これで1階まで行けば。おっと。おお、なんだ、強そうだな。さて、じゃあ盗む。復報、魔法。ちょっと待て。相手に届かない？見破る。魔法で攻撃しろってことか。1600。雷に弱い。楽勝だな、これ。バレットの属性つけとくべきだったか。ちょっと待てよ、ちょっと待て。エイレスの HP を少し回復しよう。
すぐ届かないんだな、これな。そんなに HP があるわけじゃないからすぐに片付けだろう。お、なんだ。さあ。あ、エアリスが。エアリスのリミット。リミット使う必要ない。しまった。ケアルかけたんだった。ちょっとしまったな。バレットに盗むつけとけば盗めたのかな。そんなに強くないぞ。届くかこれ。爆発したぞ。あともうちょっとなんじゃないのか。波動砲？ちょっと待って、波動砲？まずいぞまずいぞ。どんくらいだ HP は。おーし、やった。やれやれ。なんだあれ、ヘリガンナー。届くかな。 AB4 睡眠？あ、ちょっと待て、まずいぞこれ。あ、まずい、寝ちまった。反燃に弱い、風に弱い。 HP いくつだっけ、 800?C4。 ちょっと待て、回復しよう。くそ、炭素がくか。そう、起きろ、お前ら。あ、ちょっと待って、これバラッと、あ、よかった、よかった。あ、しまった、起きてるのに焦げしまった。よし、じゃあ、レッドサラティン起こすと。起こす。魔法。サンダー。あ、まずい、まずい。ちょっとカバウが効きすぎてるね。で、魔法、ケアル、かけよう。一応、イエスの風。ちょっとこう余分にかけちゃってる感じだけどな。リミットの方が早く発動するみたいですね。行動順を、無視できるのかもしれない。いや、これでケアルがかかるから。よし。サンダー。リミットで暮らしてやるぜ。行けバレット。どうだ、全員起きてればこんなやつ取るにならないぜ。どうだ、まだか。よし、やった。やれやれ。ミスれるのでは、こいつは持ってる。はい、じゃあメニューを開く。あ、しまった。マテリアが何もないんじゃないか。マテリア残しとくべきだったなぁ。よし、じゃあ体型を、強烈にしよう。装備どうするか。ハードブレイカーにしようか。まあ、いいか。いいだろ。あ、他のメンバーのマテリア外してあるの。よし、外したぞ。で、マテリアっと。ね。属性とかいらないか。盗むでは使ってみたい。盗む、見破る。あとは、どうしようかね。回復はつけた方がいいよな。あとは、でもまあこんなところかな。
ガツジってのつけとくか、一応。カバーつけようか。体力プラス1だからな。一応ね。じゃあこれでいってみるか。なぜ私と戦うのか。お前は約束の地を求めてセフィロスを追う。ふむ、その通り。お前はセフィロスが古代史だと知っているのか。いろいろあってな。とにかく、お前にもセフィロスにも約束の地は渡せない。なるほど、友達にはなれないようだ。よし。あ、敵2体いるか。見破る。バリア。なるほどね。あの獣から最初にやるべきか。あ、ショットガンか。これ、効率意味ないか。HP500。弱点はない。なるほどね。サンダー。ダークネーション。HP140。あ、効率意味あるな。何持ってんだ？何持ってんだお前は。何を持ってない。あ、そう。よし。手榴弾使わせてもらおうか。一発か。よし。で、こいつは何持ってんだろう。何持ってんの？何を持ってない。なんか笑い始めたな。何がおかしい。このぐらいだったら、あ、しまった、また盗むやっちゃった。盗むじゃなくて、手榴弾っすよ。500だからな。これで、300弱だな。これで終わりか？あと一発か。まだか。一回。逃げ方かっこいいよね、これ。かっこいいぞ、あいつ。クッとか言ったけど、かなり元気だな、あれ。防弾チョッキ、ガードアップ。防弾チョッキ。防弾チョッキ、アクセサリーか。毒状態を防ぐ。タリスマ。体力は10アップ。これつけとくか。マテリア付け替えるぞ。あ、とりあえずこれでいいか。あ、待て、HP 回復しよう。よし。みんなと合流だ。うわ、まずいぞ。全体掛けの魔法を使えるようになってた方が良かったかな。しょうがない。手榴弾使ってるぞ。では、マテリア付け替えよう。ちょっと、しばらく一人なのかな。まあ、念のため、マテリア付け替えておきましょう。全体掛けの魔法が使えるようになっておこう。あれ、ファンファーレが流れた。あ、フェニックスの音すんか、あいつ。マテリア、マテリア。見破る。ちょっとこれ外しておこう。ちょっとイカ土、全体化、つけておこうか。カバン外しちゃってもいいんだけどな。
よし、じゃあ、ポセル。さて、ミッドガル編も、ラストスパートって感じではないですかな？お待たせ。ルファーズは、とどめは刺しなかった。面倒なことになりそうだ。